会場の皆様、文豪大友総理鉄砲隊であります。本日はこの大沼合戦祭り第12回という大会でありますが、こたび大分熊本地震、まだ6ヶ月前の話であります。まだまだ被災地は大変な状態であります。そしてこの我が豊後も風評被害という被害がありまして、非常に活力がなくなった状態でありました。我々熊本、大分にある鉄砲隊がこの大沼合戦祭りのこの大難の地から九州の元気を発信しようということで、本日熊本県芦北町観光特使であります芦北鉄砲隊に援軍を要請いたしまして、我々この記念すべき大沼合戦祭り、我々10周年なんです。で、一緒にこの合戦祭りを盛り上げていただこうということで、今日皆様に、九州のモノロフの鉄砲の演舞というのをですね、十分に味わっていただこうというふうに思います。それが、ちょっとじゃあ先ほどもお話しいただいたんですけど、ちょっとじゃあ紹介だけよろしいですか。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました以後は熊本から参りました芦北鉄砲隊でございます。熊本も大分と同じく、先般の地震に被災しておりまして、我々の本丸でございます熊本城も大変な悲惨な状態になっております。しかし、私たちが特に尊敬する大友総理鉄砲隊の皆さんからご協力いただきまして、大分と熊本復興のために動くなるじゃないかということで賛同してまいりました。本日は両県の皆様のイベントの皆さん、またいろいろな復興を記念してですね、精一杯演舞をやりたいと思います。我々の姿を通して当時の町を駆け巡るための姿をですね、思い浮かべていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いします。それではですね、本日使用します鉄砲は今から約200数年前に作られました本物であります。かなり大きい鉄砲もありますので、また先ほどのようにこちら方向に打ちます。特に子供さん気をつけていただきたいと思います。はい、それではまず大友隊から始めさせていただこうと思います。はい、大友さん前へ。聞いたらガチでお前は貸して。はい、それではですね、まず大友総理鉄砲隊の方から演舞を始めさせていただこうと思います。これ痛いから楽しみです。玉入ってねえ。はい、我々、結成いたしまして、先ほど言いましたように今日でちょうど10周年になります。大友総連行を大分の顔見しようという活動を続けておりまして、大分市は一昨年の大分駅の新しいオープンからですね、大友総連行を旗印に、大分の新しい都市づくりということで、大友総理を全面に出しながらイベントしております。今日はですね、ここに、6名の隊員が揃っております。まずこの鉄砲をですね、まず、もう先ほどもちょっと皆さん聞いていただいたとは思うんですけども、それぞれの鉄砲を説明しながら見てみたいと思います。はい、それではじゃあ隊列をご覧ください。それではまずこの鉄砲をですね、隊列で撃っていきますね。はい、それでは発砲方向はこっち。はい、じゃあ私はこっち行きますね。撃たれると危ない。はい、はい、それでは2本ずつ撃っていきますね。はい、隊列に召喚。そういうことで手をつけ、はい、一番さー